よっしゃあよし全員無事帰還作戦大成功っす星を救うでっかい初めの一歩だうんお前らえ意外だなリユニオン大家、あんたがクラウドだね。ああ私は大家のマーレ。で、一昨日来たんだって。それまでは上かい。いろいろだ。訳ありか。まあ、ここに流れ着くのはみんなそうさね。困ったことがあったら何でも相談しな。ティファのこともね。ティファがどうしたんだ？泣かしたら承知しないってことさ。あの子は私の孫同然だ。覚えておこう。ほら、さっさとセブンスヘブンにお行き。ティファはとっくの昔に出かけたよ。異常なし。スパイ中。はあ、なんか星のために爆破されたってことですね。天暴走のマーレさんはこの辺の女子たちの相談役なんだ。自警団が見回り強化してくれる協力者を選定中。足りないんじゃない？魔航路爆破でざわついてるからな。念のため増やしたいらしい。列車が動かねえと食料も休憩中も気を抜けねえ。小さな物音が気になる。修理したいが後回しだな。瓦礫通りのモンスター、何とかしねえとな。おじさん、その顔、疲れてるんじゃなくて、かっこつけてるのか？戦艦艦、ジェシーちゃんに、告白！おじさん、表情硬いな。疲れたら休む。瓦礫通りのモンスター、何とかしねえとな。明日、自警団の建物も、あちこちガタガタ。そこの家の人すっげえ綺麗だ。この人怒られたのか。ゴミの匂いがひどくて。あの爆破が俺たちにどう影響するか考えてるんだ。魚用の子供っぽい遊びなんてしねえぜ。せーの、いくぞ。はい、この調子。はい、やったー。うわ、負けた。星の命って好き。そして上で暮らす。父ちゃん笑うんだ。プレートの仕事も。じろじろ見るんじゃない。Thank you.
番街。たまにバレットさんと飯食う。怖そうに見えるけど、すげえいい人だぜ。おはよう。ああ。マリンが眠ってるの。静かにね。うん。じゃあ早速働く？JS フィルターの交換に行きたいんだ。ジェシーが作った汎用毒性物質除去フィルター、水の嫌な匂いが取れるって評判で、この店よりずっとお金になるんだよね。この辺りのほとんどのうちが使ってるから、新しいのを持って行って代金と古いフィルターを回収してくる簡単なお仕事。聞いてる？ああ、勘弁してくれ。揉め事がないなら俺の出番はない。踏み倒す気満々の人もいるんだね。あ、お守り代わり。さっさと片付けるか。ありがとう。ついでにスラムを案内するね。回収した代金はそのまま受け取って。来たばかりで何かと入りようでしょ。助かる。それでも足りない分は後で渡すね。今バレットもお金をかき集めてるから。今日中にもらえるなら構わない。セブンスヘッドのことばっか。先輩だ。あんた、スラム。アイテムもあるよ。アイテム屋といえばここ。品物から揃えてるよ。戦いのプロはアイテムのプロ。さあ、うちのアイテム屋にいらっしゃい。そこ。上から仕入れたアイテムもあるよ。アイテム屋といえばここ。お手頃価格の品物から揃えてるよ。こんにちは、 JS フィルターの交換です。ティファちゃん、いらっしゃい。待ってたよ。あれ、そいつは集金係のクラウドです。お代は彼に。あんた、うまいこと言ったな。その役に変わってくれよ。あんたには無理だ。あ、クラウド、そうだ、せっかくだから買い物すれば。見るだけ見てみよう。毎度。今後ともご贔屓にいつでも歓迎するよ。ティファちゃんと一緒に来ればな。それじゃ、またお店で。いつもの用意して待ってます。冷やかしはお断りだぜ。上から仕入れたアイテムもあるよ。アイテム屋といえばここ。店の常連さんなの。買い物をするとおまけしてくれるよ。俺にはどうだろう。少し愛想よくする？おまけ目当てで？ありえない。
じゃあ次の集金は展望層の大家さん。もうあった。じゃあ人柄は知ってるよね。アバランチの大事な協力者だから愛想よくね。それより安全ってことでスラムが見直されてる。もう一回様子を見てくるって。異常なし。今スパイ中。マールさん、フィルター交換です。ティーファー待ってたよ。おや、あんたもいたのか。仕事だ。顔集金係を頼んだの。ちゃんとお守りよ。私結構強いからそれは大丈夫。知ってるよ。でもクラウドにやらせないと。こんな愛想なしだもの。戦うことくらいしか取り柄がないんだろ。そんなことは。顔最善を尽くす。吐きがないね。疲れてんのかい。だったら部屋でしっかり寝るんだよ。スラムの心得その1ね。そういうこと。ほれ手を出しな。マーレさんありがとう。じゃあ行くね。ああ稼いでおいで。まだ仕事中なんだろ。シャキッとしな。シャキッと。マーレさんのおかげですぐここになれたんだ。ここは長いのか。もう5年かな。そんな話より、集金集金。次が最後の武器屋さん。もうピリピリしてる。子供たちに憧れだって言われるのよ。えい、あのフィルター全然効果ないぞ。申し訳ございません。ではこちらのフィルターを試してください。もういらないから帰ってくれ。残念です。ではここまでの生産をお願いします。なんだ、効果ゼロなのに払うかよ。代金は彼に。世の中舐めてるんじゃねえぞ。払うよな、うん、ありがとうございました。これでフィルター交換はおしまい。お代も受け取ったし、武器見てみる？それより、バレットの集金はいつ終わるんだ？今晩の開店前には。それまでまだ時間があるけど、どうする？そうだな。あのね、アイデアがあるんだけど、聞く？本格的に何でも屋を始めるなら、まず縁を作るべきだと思う。ご縁はお金より大事だから。スラムの心得か。うん、縁が仕事を呼んで、いい仕事をすれば評判が立って、それがまた縁を呼ぶの。どうすればいい？自警団の仕事肩代わりとか。ほぼボランティアだけど縁はつながるよ。やってみよう。詰所は誰もいなかったから上に行ってみよう。武器屋覗いていかないかい。スラムで暮らすなら一人に一つ。チンピラに見せる品はねえ。言った言った。チンピラに見せる品はねえ。ルキア覗いていかないかい。スラムで暮らすなら一人に一つ。ルキア待とう。ルキアです。瓦礫通りのモンスター、なんとかしねえとな。明日俺も挑戦してやる。一人じゃダメよ。あ、今日は二人が当番なんだ。あ、もしかしてクラウドさん入団希望っすか？場合によってはな。自警団は何をするんだ？いろいろあるけど、まず居住区に紛れ込むモンスターを退治したり、住民に自衛法を教えたり、それがメインだ。自分の身は自分で守る。これスラムの心得っす。クラウドには実績が必要なの。いい評判、いいご縁、それを自警団で作れないかなと思って。もってこいの話があるっす。俺たちじゃお手上げのモンスターだ。金は出せないが、俺らなりの礼はする。そうだな、
まずはその剣改造してないだろう。ああ小細工なんていらない。それなんかの誓いか。改造すればあんたもっと強くなるぜ。おせっかいだろうけど手順を教えるな。できたか。ま、使いながらいろいろ試してみるんだな。ああそれから俺らなりの例その2、何でも屋の宣伝だ。ウェッジがいればすぐにスラムに知れ渡るよ。クラウドさんのためなら腹ペコでも街中を練り歩くっす。で、モンスターはどこにいる。瓦礫通りだ。頼んだぞ。クラウド、一緒に行くね。一人で十分だ。でも道知らないでしょ。頼任せて。スラムで一番のガイドよ。瓦礫通りはスラムの西の方。モンスター避けの防護壁の向こう側。念のため準備はしっかりね。小さな物音。自警団が見回り強化してくれるってよ。人でなんじゃない。魔航路爆破でざわついてるからな。念のため協力者を選定中。ウェッジ言ってたやつか。経験だな。うんうん、ティファちゃんに怪我させんなよ。ここが瓦礫通り。モンスターが喜びそうなところだ。うん、ゴミもモンスターも増える一方。早速お出まし。クラウドの出前見せて。よし、やっちゃおう。そこ、あ、わっ、あ、やっ、
ここからだ。ここまでだ。これで。じゃあ。すごい。これがソルジャーの戦い方？ほんの肩慣らしだ。余裕だね。どんどん退治しよう。クラウドがいればモンスターなんてもう怖くないね。ティファもな、正直驚いた。スラムに5年だからね。自分の身は自分で守る。さて、これはスラムの心得何番？覚えるの？ここで暮らすんでしょ。さあ、もう一息頑張ろう。そろモンスターは片付いたかな。どうせすぐ湧いてくる。後ろ向きだな。束の間でもこの町に平和をもたらしました。めでたしめでたしでしょ。そうか。すぐに評判が広まると思うよ。さ、ビックスたちのところに戻ろう。何でもやった。
経験だな。協力者を選定中。あんた、今月のモンスター討伐数が出たよ。見て見て、最新のモンスター討伐数だよ。部隊と停戦して機関兵が加わり始めて変わったな。協力者を選定中。ウェッジも言ってたやつか。便利や。どうした？協力者を選定中。あんた、モンスター討伐数が出たよ。見て見て、最新のモンスター討伐数だよ。何でもやられてるんだ。瓦礫通りのモンスター根こそぎ倒された。もう戻ったのか。ちゃんと倒したよ。見渡す限り根こそぎ。さすがの早業っす。助かったよ。俺らもしっかり宣伝しといたぞ。そうらしいな。だが一体どう伝えたんだ。まあまあ、仕事を真面目にこなしていれば評判はどんどん上がっていくよ。剣の調子どうだ。ああ、いい剣だな。お前との絆を感じる。ああ、ずっと一緒。あ、クラウド？なんでもない。村を出てからのこと聞きたいな。退屈な話だ。それでも聞きたい。まだ時間あるし、仕事探しがてらどう？俺も行くっす。ウェッジはダメだ。二人とも行った行った。また今度ね。ひどいっす。ちょっとは気を使えよ。幼馴染の久々の再会だろうが。